てるで、昔バラエティーで入れてて、すっげえ怒られたから。本当にポケットで、すっげえ怒られた。でも、カップルとかで、なんかそのポケットに手突っ込んで、うん、なんか、こう、みたいな感じで、腕組みを待ってるっていう。あ、そうなんや。なんか、そう、男らしい。今知ってるディズニーシーンにあるな、あの、グッズで、手袋がな、手袋が2つ、あのカップルのついてて、うん、そこで中で手に入れるようになってる。繋がってんの。繋がってんの。やばそう。カップルのやつで右に行って左に乗ってだけは。Thank you.
おかげさまブラザーズのボーカルキンタミーノさんに会った。キンタミーノさんは僕らユースがまだ19歳とかそこらの時に一緒にラジオ番組でこの演技設定やらせてもらっていた。久しぶりに会うキンタミーノさん、一時期タレントとしてもバカバカになってて実家の和歌山に帰ってたらしい。収録